はい。皆さん、こんにちは。ジョです。今日はですね、えー、ゴールドマンサックスが、まあ、金利がこれから継続的に上昇していったら、まあ、こういった株は買うんじゃないよっていうのをですね、えー、レポートとして出していたので、皆さんにご紹介していきたいと思います。でおそらく全部の株がですね、皆さんご存知の、えー、銘柄だと思うんですけれども、まあ、早速ですね、見ていきたいと思うんですが、えー、こちらの株になります。えー、テラドック TDOC。 unity, u, ですね。plug, p, l, u, g.spotify, sp, o, t.snowflake, snow.uber, SN uber,、u B e R、というところなんですけれども、えー、おそらくですね、えー、去年皆さんもしかしたらどれかしらの銘柄を持ってたことってあるんじゃないかなと思うんですね。で、どれも、まあ、えっと、まあ、ハイパーグロースというか、まあ、かなり長期的に えなん,んですかね、成長が見込める株というところで、おそらく皆さん昨年は、ま、こういった銘柄を多く持ってたんじゃないかなと思います。え今年に入ってですね、マリアージュ銘柄とか、アフターコロナとか、ま、そういった銘柄にですね、いくつかシフトしたりとかっていうのはしてるんですけれども、えこれらの銘柄非常に、ま、注目度も高いですし、人気も高いということから、ま、去年も今年も引き続き、 たくさんの方が持っていると思います。で、まあ、今回ですね、金利がかなり急激に上昇したこともあって、かなりたくさんの銘柄が大きく、まあ、下落したと。まあ、暴落というか、まあ、下落したというような状況だと思うんですね。で、これらのほとんどの銘柄は、まあ、今日、あの、月曜日なんですけれども、まあ、今日のことはさておき、まあ、ほとんど年、ね、初来のパフォーマンスっていうのは、 まあ、プラスマイナスほぼゼロ、もしくは、ま、ちょっとプラスか、まあ、マイナスかっていうようなぐらいで、そんな看板し、かんばしくない、えー、パフォーマンスをしていました。で、ゴールドマンサックスがですね、なぜこれらの銘柄が金利が上昇した際にかなり打撃を受けるよというふうに言ってるかというとですね、えー、ほとんど今、利益手元、まあ、足元というか、えー、あんまりないんですよね、現時点で。で、彼らの、まあ、成長ストーリーっていうのは今後、 まあおそらく3年から5年後早くてですね。まあそういったタイミングで利益が出始めるんじゃないかっていうような銘柄。かつ、まあ10年とか20年とかそういったのをかけて大きく成長していくでしょうという銘柄なんですね。なので、まあバリエーションでいろんなやり方があるとは思うんですけども、まあ金利が上がれば上がるほど、そういった成長ストーリー、 大きな成長ストーリーを持って、しかも今、あんまり手元に売り上げがない、利益がない銘柄っていうのは、非常に厳しいバリエーションになりがちなんですね。なので、そういったこともあって、この銘柄、これらの銘柄を、まあ、買わない方がいいですよ、売った方がいいですよ、というふうに言っています。なので、まあ、コンセプトとしては、これらの銘柄というふうに挙げてますけれども、まあ、おそらく皆さんのポートフォリオの中にもまだ、 こういった関係の、まあ、こういった性質のポートフォリオって他にもあるんじゃないかなと思っています。例えば何っていうのはですね、まあちょっと上げづらいんですけども、まあ今売り上げが結構ここ最近非常に多いのが、あの赤字上場して3年5年10年とかっていう成長を見込んで、まあそういった成長性を期待してですね、株価を買うっていうのが、もう特に去年の後半非常にトレンドとして あったんじゃないかなと思っています。で、えー、年明けぐらいからですね、2月の、まあ手前1月の後半ぐらいから、まあそういった銘柄を中心に売られたと。まあそれは、まあバリエーションが非常に高かったっていうところもあると思いますし、まああとは変われすぎたっていうところもありますよね。あとは、本、え、当、ー、ここ最近の金利の上昇でさっき申し上げたようにバリエーションの観点から手元に、えー、近い年限の え、時にですね、あまり利益がないとバリエーションとしては非常に、非常に安くなりがちなので、まあこういった銘柄が中心に売却されたっていうのが、まあ、あったと思います。で、えー、じゃあ、ここで考えたいのが2つあると思うんですね。まず一つは金利が本当に上がるのかっていうところと、あとは金利が上がった時に本当にこういった銘柄が下がるのかっていうことが え、考えなきゃいけないポイントなんですけれども、まず1点目のポイント、金利は本当に上がるのかというところなんですけれども、僕はですね、金利に関しては今後どんどん上がっていくと思います。まあそのスピードっていうのは、えー、早いか遅いかっていうのは色々あると思うんですけれども、どちらにせよ僕は金利っていうのは上がっていくと思うんですね。で、これはなぜかっていうと、今後経済的に成長を ま、継続して行っていくと。そういうふうになると、やっぱりインフレっていうのも上がってきますし、そうなってくると、えー、やはり、えー、債権っていうのも少し売られて、金利が高くなりやすくなると。で、中央銀行もそういったのに、まあ、合わせてですね、今後利上げをしてくるということもあって、金利の上昇圧力っていうのは、今後も継続してあると思います。ただし、まあ、短期的にですね、介入が入ったりとかっていうのは、 まあいろいろ各国でいろ、あの、中央銀行動いてますけれども、まあそういった可能性っていうのは急速に本当に動いた場合っていうのはあり得ると思うんですね。ただし、長期的に見た場合、数年単位で見た場合は確実に金利っていうのは上昇していくストーリーっていうのはあると思います。で、その時に、じゃあ本当にこういった、えー、テック関連、ハイパーグロースとか、まあそういった銘柄が 本当に下がるのかどうなのかっていうふうに考えると僕はですね短期的には今リア充銘柄とかあとはですねアフターコロナって言われるところに資金が動いているタイミングだとは思いますでこれなぜかっていうと、まあ、こういった銘柄に関しては長く放置されていて資金がほとんど入ってなかったなのでかなり割安というふうに見られているかつハイパーグロスとかそういったものに関しては 昨年からの急激な上昇を遂げていることから、まあそういったところをリグイして、今資金が逆に、さっき言ったみたいな、まあ、逆にというかそのリア充銘柄とか、アフターコロナっていうところに流れていると。今いう状況なんですね。で、これが今後さらに経済がもっと安心して回復してくるというような状況になった場合には、 まあこういったハイパーグロースとかっていうところもそうですけれどももっともっと今手元に資金がない手元に利益とかがない会社っていうのは資金調達をまあ例えばその債券とかでもしやすくなるわけなんですよねそうなってくるとどん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 まあそういった手元にキャッシュがなかったりとかあとは利益がない会社っていうのもリスクを取りやすい環境にまたなってくるわけなんですよねでそうすると じゃあ次またそういった会社がね、あの銀行とか借りたりとか、あと債券発行することによってリスクを取れる良い,い状態にバランシートとしてなってきた時にあ、じゃあまたこいつら成長するぞというところで僕はお金が戻ってくると思っています。まあそのタイミングがいつになるかどうかっていうのは、まあ、ちょっとわからないなと思うんですけれどもまあなんとなく感覚で言うと 人々が本格的に海外旅行に行ったりとか、あとまあ夏ぐらいっていうふうにまあそういったのは言われてますけれども、まあ大体夏とか夏以降ですかね、まあそういったタイミングにまたテック関連にお金が僕戻ってくるんじゃないかなと思うんですよね。なので、えー、短期的にはものすごい下落するかどうかっていうと、こっからの水準という意味では、まあ、そこまでそこまで落ちないんじゃないかなと思ってます。ただし、この 一年とか、半年とかっていうようなスパンで見ると、結局は、僕はナスダックとか、こういったテックの銘柄が上昇をして、最終的にパフォーマンスでも、いわゆるバリュー株って言われてるものだったりとか、アフターコロナとか、まあそういったものをアウトパフォームするっていう2021年に最終的にはなるんじゃないかなと僕は思っています。で、まあ別の動画でも出してましたけれども、 短期的にはですね、少し下落する可能性というのはまだ僕とは余地としてはあるんじゃないかなと思っていますし、やはりその緊迫感、緊張感っていうのがまだ市場には残っていると思います。なので、まあ急いで買う必要はないと思いますし、まあ少し様子を見て、えー、まあ今週、来週あたりですかね、追加景気刺激策、激策がどうなるかっていうところと、あとはですね、4月15日にアメリカの方ではですね、税金を納める。 タイミングが来るんですけれども、その前ですね、に株式の売却っていうのがよく起こりやすいということもあって、少し市場としてはですね、えー、まあ不安定な感じにここ1ヶ月ぐらいはなるんじゃないかなと思うんですよね。なので、この1ヶ月はですね、そんなに焦って株とかっていうのを買っていく必要はないんじゃないかなと思うんですね。で、その売りとかっていうのは大体一服し始める4月の前半とか、まあ4月の中旬ぐらいから株を仕込み始めて、 今年の、あと、半年とか半年ちょっとの上昇相場っていうのを取っていけたらなとは思っています。まあ大きく下げる局面があったら、まあこれらのテック銘柄っていうのを買ってもいいんじゃないかなと思いますし、あとはここでゴールドマンが上げている銘柄の中にはですね、もうこれ絶対確実に今後、まあ成長ストーリー来るよなっていうふうなものを思い描いてる人っていうのは多分結構いると思うんですよね。 まあ人によってはユニティが好きだったりとか、人によっては、えー、テラドック好きだったりとか、人によってはウーバーが好きだったりとか、いろいろあると思うんですけども、まあそういった銘柄この中に入ってると思うんですよ。なので、こういった売りが一服するタイミング、まあいつかっていうのはわかんないですけど、まあ今もそうですが、まあ少し安くなってるタイミングで、ちょこ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 、え仕込んでいって、長期的に持って、最終的には、まあ笑顔になれるような相場っていうのが、 まあ今僕はその準備期間なんじゃないかなと思っています。まあおそらくこのゴールドマンのレポートも長期的にっていうよりも短期的にっていうような目線でですね、書いてるレポートなんじゃないかなとは思うんですが、まあそこをですね、どういうふうに読み解くかっていうのは個人個人の考え方次第かなとは思うので、まあ短期的にはもちろんこういった、まあいわゆるハイパーグロースあんまり 利益とかが今出てない。売り上げもそんなに経ってないようなハイパーグロス銘柄が弱い時合になりますよと彼らは言っていて、まあ、僕もそれはまあ賛成です。賛同します。ただし、長期的に見ると、やっぱりこれらの銘柄、こういった銘柄っていうのはまた資金が戻ってくるタイミングがしかも今年のうちに来ると思いますので、じっくりと僕はですね、この1ヶ月とかっていうのをゆっくり 使っってて仕込んでいいこうかなと思っています皆さんもですね、もしこれ以外にもこういった銘柄見てますよというのがあれば、ぜひコメント欄に書き込んで教えていただければと思います。では、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。